皆さんこんにちは、もしくはこんばんは。はじめましての方ははじめまして、マーブルと申します。この動画はオープニングなしのリアクションメインの動画になります。本編後の感想も短めです。少しでも多くのアニメを見るために、今までとやり方を変えております。それでも大丈夫な方は最後までお付き合いください。カウントダウンの後からスタートです。3、2、1。スタートです。お、卸売。小ゆずちゃん、買い付けに来たの？すごいな。直接買ってるんや。目がいいな。癒されてる。そうそうそう、神社のね。ほんとしっかりしてるよね。オープニング入りました。江戸前エルフの7話ですね。そういえばなんか、小ゆずちゃん出てきたの久しぶりかもね。え、今回小ゆずちゃんかい？なんかあの感じからしてさ、エルダってやっぱ少女漫画とかも読むんだね。でもなんかプラモとかいじってる感じからして少年漫画とかも読みそうだよね。結構幅広いよね。プラモの種類とかもさ、幅広いし。ジャンルが広いというか。え、この子出てきたっけ？カメラ撮ってた子。カメラ撮ってた？カメラで写真撮ってた子？これから出てくる？なんかオープニング見てると結構エルダが好きなものいっぱい出てんだよね。オープニング終わりました。第7話、街の匂いは。いいなぁ。アップルパイいいなぁ。何でも作れるよね。出かける？イベント？おじいちゃん忙しすぎでしょ。全く出てこないよ。ああ。そんな歌歌ってんだ。巫女さんの朝って早そうだよね。かたくなに出てこない。
もう夏休み？あらら。これはもしかしてエルダ？まあ、エルダしかいないよな。いや、だって長く生きてるしな。毎日遊んでる。あ、今日はそっち系なんだ。何？タコとかイカとか。あ、なんかこれ聞いたことあるかも。ごまかし方というかね。言い訳が。やっぱりね。昔も今も変わらんよな。そうね。確かにな。あ、いろんな呼び方あるんだね。さすが。すごっ。あれ、一枚でできるの？一枚じゃないよね、さすがにね。いやー、結構ね、本見てさ、同じようにやってるつもりなのにできなかったりすんだよね、こういうのね。え、頭三つあるの？鶴？なんだなんだ？スライムではないよね。ああ、シャボン玉ね。なんか、何の実験始まるのかと思った。ああ、なんか日本人って器用だからさ。出たくないのね。
シャボン玉ってコツ必要だったっけ？最近やってないからな。お、うまいうまい。学校でやったっきりか？シャボン玉。いや、綺麗。あ、なんかすごい幻想的。夕日が。作ったの？ああ。おうおうおう、そこまで。かまってほしかった？遊んでほしかったの？寂しかったか。デルタだけじゃなかったんだね。寂しい思いしてたの。全然甘えていい年頃なのにね。甘えたい年頃なのにね、どっちかっていうと。ああ、デルタがすごい幻想的。あて、ここ？てかさ、卸売りの来るなんて結構朝早いんじゃない？あ、でも競りじゃないから関係ないか。癒されるよね。でも結構朝早い時間に行ってそうだよね。私もちょっと詳しくないけど、そういうの。ビーパーとかな？結構、夜更かししてそうだな。なんだなんだ？誘い出そうとしてる。外に出すために？どこまで来てんのよ？え、夢？これ？なんか夢っぽいな。寝ちゃったんだ。よかったね。新発売？ああ、ええー。ああ、商店街の準備を手伝ってたのね。準備ってか、イベントのね。ああ、あるよね、こういうの。ハワイ？やっぱハワイだよねー。ガラガラねー。あ、やっぱ昔からあったんだね。御朱印ね。
五島でも結構大変だよね。そういうズルは赤いよ。まあ、ズルにもなってないか。なに、ちょ、あ？なにそのマスク。しかも他無理。なんか、毒ガス用のマスクみたいな。あー、手合わせてくれるんだ。見かけたら。逆に目立つんだよな。え、それ苦しいでしょうよ。よく見るね。ドラマとかで それ怒られるわ。アマジン。現代の。お世話になってるね。あら。あららららら。タイミングが。そっか、お店限られるもんね。あー、駄菓子いいね。食べ物多いんだろうな、やっぱり。あ、美味しそう。なんか数字のつくアイス屋さんみたい。へえ。ああ。そっかそっか。またこの鼻の感じがなんかエルダっぽいよね。そっち？ やっぱ食べ物なんだな。こっちもか。残念。あれ？あかねさん？あ、なるほど。わ かりやすい酔っ払いだね。ああ。ああ。そういうのあるよね。本人たちは腐れ縁って言うけど、どっからどう見ても仲良さそうに見えるっていう。あ、美味しそう。また飯テロ来た、これ。ちょっと、うざがらみしないで。はあ。
なんかエルダの裾じゃない、袖がなんかさ、危ない感じする。あと、白いからなんか飛びそうだよね、もんじゃ。ソースとか。あ、ソースないか。わかんないけど。たまったか。よかったね、押してくれて。ね、今度泣き出すの。泣いたり、怒ったり、笑ったり。笑ってないか。何を撮った？ああ、当たったんかい。そうだね。追いかける？あかねさんはハワイ旅行が欲しかったのか。みんな見てる？見守ってくれてる。缶ビールって、あれなの？ケース？私缶ビールでもいいな。違う違う そうだよ。ああ。あったね。おたま軍団。あの顔いいよね。なんか言ってることはかっこいいな。そのあれ。これティッシュとか当たるオチ？ どうなるんだ？お守りパワーは？黒って何？ハワイ旅行？え、ゴールデン？五島？何？仕込んできたの？あー、なるほど。楽しそうだったもんね。あー、いい人や。なんだかんだでな、あの二人も。よかったね。当たったーっていうね。高揚感も得られるしね。感激がね。知らない方が幸せなこともあるよね。エンディング入りました。いや、愛されてるね。でもみんななんかさ、エルダ様、エルダ様ってこう、話しかけに行くんじゃなくて、ちゃんと気を使ってね。遠くで見守ってたりとかさ、遠くで拝んでたりするところがいいよね。なんかエルダのちゃんと性質というか性格をちゃんと分かってるっていうか みんな優しいな。なんか商店街っていうのもどんどん少なくなってってるもんね。地元に、まあ、近くにはなかったな、商店街。だからああいうガラガラガラとかも、やったことないな。ああ、でも、どうなんだろう。大きいとこ行けばあったけどね。ちょっと街中というか。
楽しいよね、ああいうのもね。はい。エドマイ・エルフの7話ですね。見終わりました。いやー、小ゆずちゃんもね、寂しかったんだね。エルダと一緒でね。いや、お母さんもいないし、余計にお姉ちゃんに甘えたいよね。なんかちょっとお母さん代わりみたいなところもあるだろうし、って言ってもまあ、家事とか、お料理とかはね、小ゆずちゃんがしっかりやってくれてるけど、でもしっかりしてるからこそさ、甘いベタなんだろうね、きっとね。しっかりしなくちゃって思ってるところもあるだろうし。ついついね、甘えれなくなっちゃうんだろうね。いやー、でもシャボン玉懐かしかったですね。今回ね、ちょっと昔の遊びについてだったよね、いろいろね。いろいろ出てきましたよね、昔の遊びね。シャボン玉懐かしいね。いや、童心に帰るよね、シャボン玉って。なんか綺麗なんだけど、どっかちょっとね、すぐ割れちゃって儚い感じがいいよね。そしてシャボン玉がさ、ふわ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 浮かんでって、どこまで飛んでいくんだろうって見守るのもいいしさ、なんか趣があるというかね。シャボン玉で遊んだのって、学生の時しかやってないような気がするんだけど、大人になってからシャボン玉で遊んだ記憶がないんだけど、大人になっても楽しめるよね、シャボン玉ってね。でもそんな昔からあるんだね、シャボン玉もね。なんかそういうのいっぱいあるよね。普段何気なくね、目にしてるものとか耳にしてるものとかが、そんな昔からあるんだってびっくりすることってありますよね。なんか今回エルダが言ってましたけど、姉様人形？でもなんか子供の遊びって大きく変わってない気がしますよね。そんなにね。まあ伝統としてね。受け継がれてきたものの名残が今の形になったとかっていうのもあるだろうけど、姉様人形でおままごとをすることでファッションを学ぶっていうかね、流行を知ったりするみたいなこと言ってましたよね。なんかそれってさ、まあ江戸っ子はおしゃれっていうのもそうなんだけど、でもなんか流行にさ、追いつこうとするというかね、流行に過敏だったりするところとかもさ、今とそんなに変わんないかなって感じがしますよね。人間やっぱり今も昔も変わってないんだなって感じなんですかね。あとなんか、タコの話ありましたけど、もともとイカって呼んでて、ちょっと揚げすぎで怒られたから、いや、あれはイカじゃないんだ、タコなんだ、みたいな感じで言い訳したみたいな ありましたよね。なんかそういう話もなんかどっかで聞いたことあんな、みたいなのが多いですね。やっぱ有名なんでしょうね。なんか前回もそういうのあった気がするんですよね。あ、なんか聞いたことあるみたいな。江戸豆知識ではあるんですけどね。きっと有名な話なんでしょうね。あと、ボテフリとか？なんか、もちろん実際では見たことないけど、なんかドラマとかね、時代劇ものとかでよく見ますよね。肩にこうやって担いで。飛脚ともまたちょっと違う。街で売り歩いてる感じの人たち。あれ、ボテフリって言うんですね。なんかたらいとかね、吊るしてあるんだよね。なんか見たことあるな。でもそういうの考えるとやっぱりドラマとかってそういう慣習が入ってるんでしょうね、ちゃんとね。でもなんかその金魚とかね、なんかそういうのは聞いたことあったんですけど、もうすでに調理されたものを売り歩いてたりとかもあるんですね。まさにほんとウーバーイーツとかみたいな 感じですよね。いろんなものあったんですね。なんかほんとさ、そういう話を聞いてると、江戸って活気があったんだろうなって エルダの話を聞いてるとね、いろいろ想像できちゃいますよね。そんなに賑わってたんだなって。なんか期間限定だったらタイムスリップとかして行ってみたいなみたいなね ちょっと社会見学で覗いてきたいなみたいな そんな風にも思うけど、でも行ったら行ったで、あ、やっぱり現代の方がいいみたいな感じになるんでしょうね。
いろいろ便利なものが溢れてるから。だから本当期間限定だったらね、楽しめるかもですね。でもそのボテプリの話でさ、エルダがなんかね、いろいろ頼みすぎて長蛇の列ができてしまって、当時の巫女に怒られたって話が面白かったですね。昔も今も変わってないというか、エルダが昔も怒られてたんかいみたいなね。でも昔からそのエルダが変わってないからいいんだろうね。下手にさ、まあ染まってるとこは染まってんだけど、でも根本は変わってないから、なんか昔からみんなに愛されてきたんだろうなっていう感じがしますね。で、後半のね、商店街のスタンプラリーの話もね、みんなエルダを遠巻きに見てさ、その見守ってはいるんだけど、ちゃんと気を使って声かけなかったりとか、遠くで拝んだりとかしてて、なんか多分エルダのそういう性格とかを知ってるんだろうなと思うと、みんな優しいなと思って、やっぱり愛されてるんだなと思いながら見てましたね。そしてね、もんじゃ焼きのお店のお姉さんってカドちゃんって言ってましたけど、カドイキララさんでいいんですかね。そのカドちゃんとアカネさんが仲いいんですよね。というか、まあ腐れ縁なんですよね。なんかあの二人良かったね。いや、あの二人がさ、直接ね、あのカエルパンツァーをエルダに渡すんじゃなくて、商店街の人にお願いして、あれだけが出るようにして、エルダとコイトちゃんがね、ガラガラを回して当たった喜びも味わわしてあげる、あの二人優しいですね。なんかね、せっかくスタンプラリー頑張ってたのに、なんか直接渡すんじゃね。確かにね、なんか知らなくていいこともあるじゃないけどさ、なんかその方が絶対喜ぶもんね。当たったーっていう喜び味わえるもんね。ちゃんとそういう気配りをしてくれてね、なんかみんなあったかいなーと思いながらね、見てるこっちも胸があったかくなりましたね。今回も江戸豆知識がいっぱいあって勉強になったし、面白かったですね。また次回も見ていきたいと思います。江戸前エルフの7話、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではマーブルでした。